新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家に来。今日のテーマは、クイズ番組は思考訓練になるのかえ今日はお便りです。マシュマロに寄せられたお便りです。鈴木先生、はじめまして。はい、はじめまして。 変な質問ですが、うん、どんな質問でしょう。テレビのクイズ番組、クイズ番組は思考訓練として役に立つと思いますかっと、<laughs> どうかなっていう以前にさ、クイズ番組ってまだやってるのかなごめん、あの、 テレビってほとんど見ないので、よくわかんないんだ。あの、今どんなテレビ番組、テレビのクイズ番組やってるのかっていうのが、ちょっと教えてくれるかな。あ <laughs> の、TVer あたりで検索かけて見てみるよ。いや我々の時代は、うん、まあ本当に、えー 20年では聞かないな。30年、40年ぐらい前は、まだ、その、視聴者参加番組っていうことで、アタック25だとか、クイズタイムショックだとか、ああ、まあ、そんな、そのクイズ番組は、やってたよね。ええー、今は回答者の方も、 こ何年か前から回答者がさ、クイズ番組強くなっちゃったので、で、素人ってさ、リアクション大したことないからさ、いや、やっぱほら、し素人が当てるよりは、その、芸人さん、プロのおタレントさんが当たったの、外れたのって,っていうところを見せる面白さの方が、 あそっちの方が面白いよねっていうことになって、今、あんましないような気はするんだがなあんま、あの、先に言っておこう。その、一応ク、クイズ番組に関して言うと、データ、あれ、思考じゃなくて、頭の中に入ってるデータの蓄積量と、それからそれを、 その蓄積したデータを引き出すそのスピードについて、こうアクセス力、そのアクセス力をもう試すものなので、思考訓練とは違うような気がするよなぁ。まあ、割とどうでもいい話なんですけど、僕はクイズ得意です <laughs>。あの、名古屋ローカルのクイズ番組に出たことがあって、それで商品でテレビもらったことあるよね。うん、強いよ <laughs>。 うんただ、まあ、ああだよな。小説に関して言うと、まあ、クイズ番組のどうたらこうたら別にして、雑学はあった方がいいっすよ。あの、要はね、その、創作、えー。創作ってのはクリエイトね。想像というのは入力した情報を組み合わせてエラーして、えー、出力することなので、そう。 あんまりね、記憶力良すぎると、決していいことではない。えー、っと、遠い昔、池宮正一郎さんが晩年、その、芝良太郎の作品を丸パクリしたっていう、うん、そういう事件がありました。で、この時に、この池宮さんは全く、その、盗作したっていう意識はなく、 頭の中に思い浮かんだものをたーっとこう書いたらしいんだけどこの頭の中に浮かんだのがこう昔読んだその司馬太郎の作品が頭の中に丸々残ってたっていうことでその池宮さんの圧倒的なその記憶力っていうのがあだになったんだよね。で、えー まあ、はい、あ。もともと池宮さんっていうのはすごい記憶力の持ち主だったらしいんだけれども、うん、それがこう、ほぼほぼその芝良太郎の文章が完全に頭の中に入っていったもんだから、うん、書き上げた時に全然自分でこう盗作したっていう、頭の中に浮かんだもの、盗作っていうかコピペだよね。ええー、したっていう意識は全くなかったらしく、んで、 編集者も全く、その、目の前で変えたそうなので、あまあ、全くノーチェックだったらしいんだ。んで、指摘されて、えっていうことで見てみたら、池宮さんも、あ、これは本当だ。完全に一致してるっていうことで、愕然となったっていうことがあって、まあ、それは、えー、っと、出版差し替えたのかなどうだったのかなちょっと、僕も記憶にないんだけど、まあ、そういうことがあるので、 あんまり記憶力良すぎても、おあだになることはある。僕は記憶力ないよ。<laughs> ただ、まあ、ま、ああの、アイデアというものはゼロから生まれないので、こう、よく何も読まずに考え出しましたとかって言うようなことってのは大抵さ、その、大抵なんかとダブるんだよね。で、ね、 うん、の何も読まずに書きましたっていうふうに書いた人って書き上げたものっていうのはまあ割とどこにでもあるような話しか書かないのでそうすると応募した後でこう似たような作品が受賞した時にあこれは俺を盗作した俺の作品を盗んだとかって <laughs> 大抵騒ぐんだよな <laughs> いやストーリー自体は本当にさバリエーション少ないからねだからまあ、えー、どこまで設定だとかそういったものを掘り下げられるかとかさそういう取材力の,の問題になったりするので,でやっぱね脇をどのぐらい固められるかっていうそこの勝負になったりするからね。 まあ、思考訓練として役に、どうやったら思考訓練ってよくなるんだろうかね。まあ、あの、僕は名作を書くの、名作の書き方は僕には分からんのでね。まあ、新人賞の取らせ方と、それから,あら、まあ、この業界で、まあ、生き残っていくやり方っていう、まあ、そのぐらいは何とか教えられるけど、 うん、小説の新人賞に関して言うと思考訓練云々よりはまああの取材きちっとやろうテーマをちゃんと把握しよう、うん、日本語ちゃんと書こう分かり合ちゃんとストーリーがさ誰が何をするストーリーなのか著者が少なくとも自分で把握しようオリジナリティはそれからだよっていうさ。<laughs> ああまあそういうことはある。神はディティールに宿るんだよ。神はストーリーには宿らない。この番組へのお便り、皆様からのご質問などを募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖子賞、大竜山の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキースセッションにサウンドクラウド、 アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポーティファイなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木貴一郎作家日記、そんなところで、ではではでは。